はい、どうもフィーです。2021年シーズンを振り返る雑談動画、今回はパリーグ3位の東北楽天ゴールデンイーグルズです。楽天は全143試合やって66勝62敗15分け、今シーズンは2年ぶりの A クラス入りを果たした楽天ですが、そんな楽天の投手陣、野手陣の1年間の成績を見ていきたいなと思います。まず投手陣、チーム防御率 3.40 でリーグ4位、チーム失点数532でリーグ3位。先発陣から、今シーズンは先発陣がとても豪華だと言われましたが、開幕投手の涌井投手は調子の波が激しく2軍落ちが何度かありまして、後半は、リリーフに専念しました。野本貴弘選手は、3年ぶりの2桁勝利を達成。岸投手も、2桁近くまで行ったんですけども、今年も2桁勝利ならず。今シーズン楽天に復帰した田中将大投手は、防御率は先発陣の中では一番低かったのですが、今シーズンは打線の援護がない試合がとても多く、4勝度合いで9敗とプロ初の負け越し。田中将大投手にとっては不本意なシーズンでした。一方で滝中投手は則本投手に続きプロ初の2桁勝利を達成。ルーキーの早川投手もプロ初登板初勝利をしましたが、その後はね、なかなか勝てない時期もありました。それでもルーキーイヤーで、10勝はいきませんでしたが9勝を挙げましたね。塩見投手は、先発陣が固定されて今シーズンは1試合のみの登板に終わってしまいました。菅江投手は早く降板する試合もあり、5試合の登板にとどまり1勝1敗。西口投手は先発したり中継ぎやったりしたシーズンでしたが、プロ初勝利を含む5勝2敗3ホールドとなかなかの成績を挙げました。2019年に8勝を挙げた石橋投手は制球が定まらず3試合のみの登板に終わってしまいました。中継ぎ陣、今シーズン中継ぎ陣は、安楽投手がリリーフで躍動。将来の先発候補がリリーフで58試合登板、3勝3敗22ホールド2セーブ。プロ7年目で初めてね、1年間通して活躍できたシーズンでした。昨シーズンから楽天入りの酒井投手もリリーフで54試合登板。負傷した守護神の松井裕樹投手の代わりの守護神としても活躍して、安楽投手と一緒に中継ぎを支えました。ブセニッツ投手は年々登板数は減ってはいますが、今シーズンは31試合登板。ソンチャーホ投手は過去最多としてチームトップの63試合登板して、3勝3敗7セーブ24ホールド。こちらもね、1年間通して中継ぎの一角として活躍しました。福山投手は24試合登板、森原投手は34試合登板。昨シーズンは守護神に悩みませんでしたが、中継ぎで安定感を出しましたね。そして今シーズンから再び守護神に戻った松井裕樹投手は43試合登板して防御率が 0.63 と圧倒的な数字。24セーブをマークする成績を出しましたが、途中に怪我で遭い1年間通して投げることができませんでした。そして野手陣、チーム打率2割4分3厘でリーグ3位、チーム本塁打数108本でリーグ5位、チーム盗塁数45盗塁でリーグワーストです。キャッチャー陣から、今シーズンは大田選手が中心のシーズンでした。巨人からトレード加入の住谷銀次郎選手は涌井投手や岸投手といった元西武組でバッテリーを組むことが多かったです。田中選手は途中出場の試合が多かったですが、年々ね、出場数を増やしています。一方の内野陣、内野陣では小深田選手、浅村選手、茂木選手、鈴木大地選手がメイン。しかし昨シーズンホームランを取った浅村選手は今シーズンは打率は0点ながらもなかなかホームランが出ず、昨シーズンの半分近くまでね、減ってしまったシーズンでした。鈴木大地選手は全試合1塁中心に出場、茂木選手は怪我して離脱した時期もありましたが、
昨年より大きく出場し、1年間通して活躍しました。小深田選手は終盤に山崎剛選手にスタメンを奪われるも、121試合出場して2年連続でね、1年間通して活躍することができました。その山崎剛選手は終盤にスタメン出場が多く、ホームラン4本、24打点をマーク。村林選手は途中出場の試合がほとんどで、やはりまだバッティングで課題がありますが、プロ初ホームランを放ちましたね。そしてベテランの銀次選手は、コロナの感染や怪我もあって、35試合出場にとどまり、あまり活躍できませんでした。そして外野陣。外野陣では島内選手、辰巳選手、岡島選手が中心。島内選手はつなぎの4番として、楽天生え抜き選手の中では最多の20フォーマーを放ち、96打点を挙げ、打点王を獲得。辰巳選手は打率が2割台前半と、ちょっと打率の方がね、課題ではありますが、ホームラン10本放ち、1年間通して活躍しました。近年打撃不振だった岡島選手は、2014年以来の打率2割8分をマーク。ホームラン8本56打点を挙げ、復活したシーズンになりました。田中和樹選手は新人王を取った2018年以降ね、バッティングで苦しみ、代打や守備からの出場がほとんどで、あまり活躍できませんでした。昨シーズン一軍出場なかったオコエ選手は、後半からね、出続けたのですが、負傷して離脱。勝負の年でもったいなかったシーズンになってしまいました。今シーズン加入したカスティーヨ選手、ディクソン選手は、来日が遅れ、さらに大休止。リク候補として入団した2選手がチームに貢献できず、2選手ともね、退団となりました。そして、今後の楽天の課題としては、投手陣は問題ないです。野手陣では、やはり田中将大投手など、無援護の試合が多かったので、来シーズンはやはり、援護点を増やせるかが課題になると思います。浅村選手など、今シーズンホームランが少なかったので、やっぱり2020年のようなね、本来のバッティングをね、出せるかも一つ。あとですね、助っ人外国人ですね。今シーズンはディクソン選手とカスティーヨ選手が外れ、日本の野球になれるかによって活躍が左右される助っ人外国人ですが、来シーズンは助っ人外国人が早く日本の野球に慣れて活躍してくれるのかが来シーズンの課題だと思いますね。ということで、今回は楽天の1年間振り返り動画をやっていきました。次回はですね、巨人のね、振り返り動画をね、やっていきたいなと思います。では今回はこの辺で、もしこの雑談が良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。